ピークは明日と明後日になる見込みです。一方 JR や航空各社によりますと、新幹線の指定席や国内線は今日の午前は下りでほぼ満席となりましたが、午後には一部の列車や飛行機の座席に空席があるということで、大きな混雑にはなっていないということです。 JR 東日本では U ターンのピークは明後日になると予想しています。日本と中国、韓国の財務省による会議が今日インドネシア・バリ島で開かれ、与謝野財務大臣は金融危機に陥ったアジアの国に対し、外貨準備から6兆円規模の円資金を緊急に供給する支援策を示しました。また通貨危機に見舞われた国を支援するチェンマイ・イニシアチブと呼ばれる通貨交換協定にも日本円にして4兆円近くを拠出することで合意し、アジア向けの支援策は合わせて10兆円規模となります。空模様です。県内は明日にかけて